はい、えー、皆様、こんばんは、えー、今日はちょっと5分ほど遅れてしまいまして、申し訳ございません、あのカメラとマイクと、はいえー、USB 照明の設置に手間取りまして、今となりました、はいえー、南の、はい、島、沖縄、えー、今日もずっと雨模様で、えー、ございまして、本当にカビの生えそうな天気がずっと続いているんですよね。あ 応援戦隊ダジャレンジャーさん、ぜひまたアーカイブでお会いしましょう。はい、よろしくお願いします。カルガモさんからええ、ニラ茶届いております。まあ、本当にこんなに雨降ると、もう体中からあのカビが生えてくるんじゃないかっていうふに私考えたりするんですけど、まあ、昔、ええー、と、松本零士さんの、まあ漫画でですね、あの、確かオイドンっていう漫画があったと思うんですけど、そこで。 タンスの中とかあっちこっちにキノコが生えるんですけどそれがサルマタケっていうねろくでもないキノコが生えてたっていうことがいまだに記憶の中に残っておりましてまあ以前自分のねいおの,の庭何度もそっちゅう雨が降ってると見慣れないキノコが突然生えてたりしましてまあこれが食えるのか食えないのかいろいろ考えていたらまあ近くに。 私の秘書たちの落とし物が落ちてたりすると、えー、ついつい取るのもはい手が引けてしまうということで、えー、ございまして最近はこの秘書の落とし物にあの巨大なアフリカマイマイが群がってたりするんですよね本当に困ったもんでございますそういったマイマイも、えー、以前は食用として沖縄に導入されたということでございますがまあ、現在 病原菌の巣と言われておりまして素手では絶対にまあ触らないということがまあ徹底されていますねしかしこれほったらかしておきますとあの植えてた野菜とかあの苗とか全部食べられますあの普通のカタツムリの食欲のそれとは全く比較にならないもうどう猛な食欲でございましてもう一気に野菜なんかやられますからあの ママイマイペレットというやつ巻いたりしてですねあのそいつらをま駆除するんですけどあのこういったのを巻くとまた間違って鳥がついばんだりとか犬が食べたりしないかちょっと心配になるんですけど変な匂いがするんで、まあ、うちの人たちは全然近づこうとしないということでございますはいそして、えー、今日もですね、えー、いろんなニュースがありますけど本当に笑って てしままううようなニュースを、えー、飛び込んででおりますんで皆様に、えー、ご紹介させていただきたいと、えー、思います、はいえー。今日もたくさんの方々が見られております。えー、石鹸男宮城さんが1 5センチぐらいのアフリカマいマイと。そうなんですよ、ね。このアフリカマいマイ大きいのになると、このぐらい,、はい。実際このぐらいのやつがいます。いや本当に 食べ応えあるなというぐらいの大きさのやつもいるんですけどちょっとね今大人になってが触らないんですけど小さい時には思いっきり掴んであの手の上に這わしたりして遊んでましたけどいや全然昔の子供っていうのはこういう遊びをしても病気にならなかったえつまりえ抵抗力が強かったんじゃないですかねまた自分がの小さい頃っていうのはアトピーっていうのもほとんど見かけなかったですねまあみんなで いわゆるヒンガーわらばハンダやわらばといういわゆるもうね、あのー、土の上で転がったりね、あのー、鼻水を自分のシャツに塗りつけるようなそういう子どもたちが多い時代、えー、おやつも、えー、お店に行って買うのではなく自給自足自分たちで山に入りまして。 あの墓のところに生えているイチゴを食べたり人の庭に忍び込んで桑の実を食べたりあとグアバあの沖縄ではバンシルと言いますけどそのバンシルの実をね鳥と勝負をして取り合ったり高いところに登って降りられなくなったりとかまあ一番のごちそうはサトウキビでしたけどねはいなかなか下れなかったですけどあの頃の子どもたちは自分でこのサトウキビの皮を歯でですねビシッと 向いて中身をかじってましたけど今のサトウキビ本当に同じものなんですかねすんごい硬いですよ竹みたいにまあ昔の子供ってのはやっぱりワイルドだったんですよねはいということで今日は、えー、そんなねワイルドな時代を過ごしたじいさんばあさんたちの、えー、お話をねさせていただきたいと思いますさてカルガモさんがグアバコーナーなんて来てますけど グアバコーラーちょっとどうですかね。はい。あ、南川越市の橋子さん、はい。あの梅雨時のカタツムリはやっぱり作物育てる方には大敵でございます。<laughs> さて今日の最初のニュースはですね、これでございます。海に生コンはいらない。大雨の中辺野古で抗議ということでございまして。 まあこれは沖縄タイムスさんの6月20日号の記事でございますさてどんなニュースかと申しますとこのようなニュースでございます沖縄県名護市辺野古の新基地建設問題で米軍キャンプシュア部には20日早朝から工事車両が入った午前9時20分には採石を積んだ大型トラックなど42台 午後0時20分にはミキサー車が確認をされたということでございまして、まあ、当然このように北部生コ根教祖ですか、はい、ということでね、あの生コン車も入っていっております、まあ、それに向かって辺野古に生コンはいらないって言って辺野古の人間でもない人たちが叫んでるというこれだけでも笑えるんですけどね はい、記事の続き大雨の中、えー、基地建設に反対する市民ら約30人がゲート前に集まり土砂投入をやめろ海に生ンはいらないと抗議の声を上げた機動隊による強制排除もあったということでございますホワイトさんにいらったばありがとうございます佐紀店長ここんばんばははんでございいます、はいえー、桜チリブラッサムさん秀樹さんもお見えですね はい、サンゴハートさん、もうそっちゅうこういうのはもう、見て、笑ってると思います。しかしね、生コンといえば、生コン、昨日のニュース、同じ生コンで、こんなニュースが、生コン製造会社共強要未遂容疑で7人逮捕、京都府警、産経新聞の昨日の記事なんですけどね、はい、これ何かといいますと、はい、 えー、京都府木更津市の生コンクリート製造販売会社の男性社長に、えー、組合員を正社員として雇用するよう強要したなどとして京都府警は19日、えー、強要未遂などの疑いでセメント生コン業界の労働者で作る全日本建設運輸連帯労働組合、えー、関西地区生コン支部かっこ寒生支部の幹部や組合員ら 7人を逮捕したということでございまして、はい、ラプテンさん、今度は京都でございます。京都、逮捕されてますね。ばっちりでございますね。はい、そして、えー、逮捕されたのは、ナマ支部のトップにあたる執行委員長、武健一被告77歳、えー、強喝未遂罪ので後半中ら7人、府警は認否を明らかにしていないということでございまして。 いやいやいや、本当によく捕まっておりますね。まあ、この方だと思うんですけど、まあ、労働組合のね、委員長というよりは、いわゆる矢のつく商売の、はい、えー、組長さんのような気もします。ね。今、今ですよ。21時14分なんですけど、 ななんんんんででこんな早く HK 仮面さんが来たんですかねちょっと今映してないんですけど今スタジオにいる私とはいタカさんとスタッフみんなで目丸くしてますけどどうぞどうぞあの映ってないのではいあの今素顔の顔ではい行っておりますいや寒生支部すごいですよねはいそしてこの寒生支部実は沖縄の 沖縄のね、いわゆる反基地運動、沖縄左翼と、ズブズブでございまして、これ、チョイさんの沖縄日記というところからお借りしております。はい、チョイさん、京都から沖縄に家族で移り住み、反基地運動に邁進をする元公務員なんですけどね、最近よく新聞とかに取り上げられてますけど、テレビでも出ますけど、はい、大阪からやってきた関西生コンローソのミキサー社。 辺野古新基地建設反対。警視庁は大和に帰れの横断幕をつけてゲート前を往復し、皆から大きな喝采を浴びていた。フェリーの費用は往復50万円だというが、その心意気が嬉しいということでございまして。いや、はいや、生ン車切ってるじゃないですか。これがその時の写真でございましてね。はい、辺野古新基地建設反対と言って、あなた方の仲間がね、 大きさよに営業妨害されてる何とも思わないんですかね、この人たちはね。そこのところ私とっても不思議に思うんですよね。それどころか、その他にもこのように向こうのいわゆる凱旋者のようなものが辺野古のカルガモ艦隊。カルガモ艦隊と言いますと、これ、地元の漁師さんたちに笑い物になっているということで、サンゴさんから聞いたんですけど、 そのカルガモ艦隊の出撃基地の駐車場を捉えた写真なんですけど、もう皆さん本当に見ていただきたいのは、安倍政治を許さないの、その横にね、関西生コンって書いてますよね、その下になぜかハングルが。ハングル。はい、もうね、こういう人たちと沖縄左翼っていうのはつながっているということでございまして、あのカルガモ艦隊にはこのようにね、はい、ちゃんと。 全、はい、日券関西生コン支部とわざわざ、はいえー、字を入れてカヌーを寄贈するという,、ね、もうこれを見ても警察に逮捕されるようないわゆるまさに反社会的勢力と沖縄左翼がズブズブだというのが分かると思いますそしてさらにズブズブだと分かるのがこの写真いかがでございましょうか。はい、このの方も えー、幹部の方ですよねで私はの思うんですけど今の防対法っていうのが施行されましていわゆるこの暴力団っていうのは非常に活動がしにくくなっているわけなんですよね。はい、暴力団っていうのはですからかなりその行動そのものも、えー、制約を受けるというような形になっていますけど私はそういった。 業界の方々が労働組合という形であればいわゆる労働法、労働三権に守られるということでねそこに移っちゃって同じことをやってたんじゃないかという風に私見ていて思うんですよね。はい、きょうちゃんさんどうもニラちゃんありがとうございます。はい、ホワイトさん、この2人とっ捕まっております。はい、同じように檻の中の経験者でございますよ。はい。ですから、 あのいわゆるこの労働三権に守られた、ね、労働法に守られたいわゆる労働組合という形をね皮をかぶったいわゆる反社会的勢力元矢の人たちそのものだというふうに私は思っているんですよね。まあ、これであれば防対法の適用外ですしあの労働運動だと、ね、労使間交渉だといえば あの恐喝にも当たらないし警察もなかなか入ってこれないだろうと思って暴虐の限りを、えー、尽くしていたと思いますけど、まあ、最近は、えー、大阪そして京都の方でこうして、ね、ガサ入れにあいましてどんどん逮捕されてるっていうのがありますですから警察はねもっともっとこういったところをビシビシやってほしいと思いますしそれとねあの沖縄で平和平和と言ってる反社会的勢力もバシバシ。 はい、取り締まりをしていただきたいというふうに思っておりますが、まあ、私にしてみれば、はい、基地反対派にとってあの良い生ンと、えー、悪い生ンがあるということだというふうに私は思ってます、はい、自分たちに味方する生ンはいい生婚、えー、自分たちの思い通りにならない言うことを聞かない生ンは 悪いいい生コンととうことでございましてまあ今のりぞ蔵さんがテレビとか全くやらないんですよねって書いてますけど本当に沖縄でも何一つラジオでもテレビでも新聞でも取り上げないというね本当にあの日本のメディアって大丈夫なんですかね。しかし沖縄っていうのは人の命すら加害者の属性で簡単に変えられますけどよもや いい生コンと悪い生コンがあるとは私は思わなかったですよね。はい。あのカルガモさん後でまたビシビシ絡んでくださいね。はい。それとあの今日はですねせっかくですから皆さんにちょっと面白いものをお見せしたいと思います。沖縄左翼ではなく石垣左翼。はい。石垣左翼って実は。 最近湧いております、まあ、どんな人たちが沸いているかと言いますとね、はい、こういう活動をしております。今、石垣島には陸自配備が、ね、進んでいるんですけど、あの陸自配備推進派の動きに対し、石垣市役所前で、陸自配備反対、住民投票を直ちに <laughs> 実施せようと。<coughs> 島のの女性ググループがが声を上上げ抗議のスタンンディングに立ち上がったすごいです。抗議のスタンディングと言ってますけどね。はい。明日市議会のね、前段に中山市長に面談を求める行動へ参加を呼びかけたということで、はい。あの、石垣市のね、トップである中山市長に面会を求める人たちの姿を、今日は皆さんにお見せしたいと思います。 思いますこれでございます、ドン <laughs> <coughs> もうすいません、ちょっと <laughs> あの<笑><笑>いや もうみ皆さんのコメント見てるだけでちょっとね、はい、あの、あの、左から2番目にいるのは、これ、大山ゲートで見た、あれにそっくりじゃないですか、あの真っ赤なおばさんにね。いやー、しかしまあ、本当にいい年こえた、大人たち。 <laughs> ホルスタインさんがと <laughs>。<laughs> いや、もう鼻水が出てしまいそうでございまして、はい。真ん中の方はかろうじて若いようでございますが、残りはもうね、はい、もう本当に分かっちゃうような、もう独特の雰囲気を醸し出しております。さて、横の方。はい。ミサイル軍事基地の私有地は市民の大財産といって、 そこをね、勝手に使う沖縄左翼や石垣左翼、この人たちは、こういう地は自分たちのものっていう感じでございまして、どうでしょう、皆さん、こんな人たちに、ね、会えと言われて会いますか、普通、行政のトップがね。まずそういうこと、私、ないと思いますよ。まあ、本当に。 香ばしいというか、なんか妙な匂いが漂ってきそうな、そんな雰囲気もしておりますけど、こういう格好でね、市役所の前に立たれて、これはっきり言って歩行者の邪魔でしかないような気がしますけどね、はい、あの展示ブロックの上に立ちはだかるこの姿も、本当に何を考えてるんだか、全く私には理解不能でございます。そして でこのキリリとしたおばちゃま、すごいですね。冠はしをありがとう、住民投票実証ということで、まあ、これを見てわかるように、え自衛隊の、ね、配備を、ね、やらしたくない連中が住民投票をやろう、やろうって,言ってのは、もう目に見えてるということでございまして、私有地は市民の財産といって、市民の財産に勝手にテントを立ててるのはこの人たちなんですよね。そう 法律さんのおっしゃる通り、それがやっぱり、あのー、一つのね、礼儀ですで。市長という人に会いたいんだったら、こんなね、がみたいな格好をしないで、ちゃんとした格好でね、要請書を出しゃいいのに、こういう格好をするから、どん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 ね、あのー、白い目で見られる。いやー、これはもういかにも辺野古スタイルのおばちゃんですね、帽子にサングラスにマスクといって、もう本当にこれ、 あの大山ゲートでもよく出てきそうなそんな雰囲気の方々どうしてこの人たちこんな格好になるんですかねそうですねチビーヌさん勝てば民意負ければ少数意見を尊重しろとそして自分たちの意見が通らなければ住民投票をやれと言って住民投票を否決されると民主主義を守れって言うんですよね。 もう煮ても焼いても食えないという勝つまでじゃんけん沖縄最悪本当に困ったもんでございますしかしどうでしょう皆さんこういう格好ね本当に投げかわしいっていうかなんていうかはい離島奪還手を何にと、はい、またステイしか南西諸島ともうね手作り感満点のプラカード <laughs> 離島奪還 見た,たいのがいるから責められるんじゃないかなと思っていますけどね。はいまあ、でも何でもかんでもね、あの税金使って住民投票で決めるっていうんだったら政治家なんていらないと、議会もいらないと私は思いますよ。ね、間接民主主義を完全に否定するわけでしょ。あのまあ、この本山君がね、その大あの天皇山みたいな方なんですけど、まあ、あのようにね。 あのハンストンやって結局5億4000万浪費してしまって何の役にも立ってないということでございました本当にろくでもない状態でございますそしてこの人たちの仲間たちも香ばしい石垣島が戦場になるのは嫌ですということで6月17日住民投票条例案否決されましたということでこの奥にいる方も本当にどうでしょう皆さん見て 清潔感石鹸男さんの真逆を行く方でございますね。はい今後ろの方で HK 仮面さんがうなってますけどなんか不満があるんじゃないですかね。いえいえ。ということで皆さんどうでしょうこの左の方の表情はいせっかくですからあのねアップでお見せしようかなもう。はい もうあの洗濯物をあの洋服をかけるハンガーを頭にはめてハンガーストライキ中だそうです。これどう見ても正気の目ではないですよね。それともう見るからに石鹸男の。 反対、ね、石鹸男というと本当に石鹸の匂いする生活感200%のナイスガイていう雰囲気なんですけどまあ、実際に石鹸男宮城さんナイスガイなんですけどねこれその全く反対そうですねモハビの運び屋さん特有の目つきといえばその通りだと思いますいやーしかし皆さんいかがでございますかこれどう見てもねあの 南條さん,あどうも南條さんこんばんはんばは南條さんとかあとサンゴさんとかあと石鹸男宮城さんが見るとうんちゅこの人は、えー、地元の人なのかそれとも県外から入ってきた人なのかすぐ分かりますこの方はどう見てもどう見ても地元の人ではないですねはいそれから、えー、南川内の端子さんがヒンガーストライキとヒンガーストライキ 本当に座布団5枚。はい。えー、石鹸男宮城さん、見なくてもいいのを見てしまったということでございまして、ぴょんたさん、わかるのって言って、わかります。私たちは一目見て、これはうちなんちゅう。これは県外から来た人だねっていうのは、ほとんど見分けがつきますよ。はい。しかし、本当にハンガーストライキなのか、ヒンガーストライキなのか。いや、本当にこの目つきは。 なんか怖いというか、あの、あれに似てますね。<laughs> 宮城さん、沖西は目を見ればわかるということでございまして、本当に、はい、あの方、あの、普天間基地の、えー、野岳ゲートで、えー、基地の中のねあの、憲兵隊に向かって、バカ野郎って言ったあの方の目と目つきが全く、 そっくり。はい。全くそっくりでございますね。はい。中佐から。えー、沖縄に行くと私でも、あこの人、沖縄の方だと分かりますよということでございまして。<laughs> 塩様さん、本当のフラということでございまして、まあ、フラというか、振り文というか、暇、暇なありというか、しかし、頭にね、ハンガーをはめて、ハンガーストライキ中と言って、 全く受けないと言っていますけど、まあ、こういった方々が、まあ、今、沖縄に湧いているということでございますて本当に困ったもんでございます。そしてね、これ、この写真もちょっとお見せしますけど、実はあの私有地、はい、石垣市の私有地に建ててたあのこいつらの拠点が今、えー、なんと県有地に建てられて、そのまま放置されています。はいやっぱしねはい 思った通りです。権威打ちだったらね、玉木デニーが知事だから文句言わないだろうと高くくって、そのままです。私有地のやつはね、もう市長が強く言って撤去しました。ところが、ところが、権威打ちに移ったとたん撤去もされず、このまんまです。これが法治国家と皆さん言えるんですかね。本当に玉木デニーの罪はね、本当に私、重いと思っていますよ。 はい、それと玉城デニーといえば先日、ね、あのロシアに行って告げ口外交まるで南の,、ね、あの大統領みたいなことをやってきていますそもそも、ね、あの県知事に外交権なんてないんですけどまるで琉球国王のような、ね、振る舞いで、えー、海外に行って言いたい放題最近は、えー、第2の鳩山かと思えるような、ね、本当にひどい 状態に陥っておりますけど、はい、そしてプーチンに辺野古の、ね、埋め立てはダメだっていうことを言わしたと言って花高なか、はい、中京に行けば、はいえー、一帯一路政策の、ね、入り口にしてほしいと沖縄を差し出し、習近平さん、ぜひ沖縄へと招兵までされている。さあ、ロシアにいて何をしてきたか分からない。 沖縄県内でも全く報道されてませんしそもそも沖縄県民のほとんどがねあの知事がロシアに行ったことすら知らないと思いますところがそのお返しでしょうかねロシア爆撃機沖縄と八丈島で緑侵犯ということでございまして防衛省は20日ロシアの爆撃機が同日午前沖縄県南大東島と東京都八丈島付近で 領空侵犯したと発表したえ航空自衛隊の戦闘機は緊急発進して対応危険な行為はなかったという同省はロシアの意図を詳しく分析をしているということでこれ逆のことをやっていたら撃墜されていますはい自衛隊機がね間違ってもこのロシアの領空入ってたらやられてます撃たれてます、ね、最低でも銃撃してあの強行強制着陸だと思いますよ、うん はいね、相手は撃、ね、ち落としてくるのにこっちは何にもできない、これが今の日本の状況、あのー、先日の,警察,官の、はい、警察官を刺して拳銃奪った事件ありますよね、拳銃持ってても刺されてるんですよ、アメリカみたいに、ね、バンバン撃ってくるとなっていたら簡単に近づくこともできないし警察官も近寄ってきた時点で、ね、離れろということで威嚇射撃したと思いますけど。 結局、どんな武器も使えなければ意味がないということでございます。それを縛っているのが、日本では、えー、憲法9条、まさに憲法9条は、えー、全く役に立たないことを、ね、沖縄では証明しています。基地反対派のタイヤがパンクさせられたのも、ねはい、そして基地反対派のドアミラーが割られたのも、基地反対派のホイールキャップがなくなったのも、すべて、ね、憲法9条。 役に立たないい証拠でございまして先日の日本戦績のタンカーへのねいわゆる攻撃もはい憲法9条があったら守られたんじゃないんですかぜひね憲法9条の信者の皆さんのコメント聞きたいんですけどなんでみんなだんまりしてるんですかねはいいや本当にこういったことをね起きてるんですけど玉木デニー知事だんまりでございますよはいあのへりくだってね 告げ口外交しに行って帰ってきたら領空侵犯されている。こんな間抜けな知事って今までいなかったです。本当に小長知事がすごい懐かしく感じている私でございますが、本当に沖縄県民、大変な間違った方を選択してしまったんではないかと思っておりますし、ね、第2の、第2のね、まさにこれは鳩山、はい、鳩山になりかねないということでございまして、 本当に沖縄、このまま凍ってたら大変なことになると思います。はい、ということで、えー、本日の、はい、えー、ボギーチャンネル、あのちょうどね、今、21時35分ということでございますけど、<laughs> なんか変なのが今日も映り込んでますけど、はい、あの悪気はございません。 また22時から、はい、皆さんお待ちかねの、えー、地上波ワンヌウムイそして、えー、皆さんが本当にもう愛してやまない「H.K. 仮面」のまたワンマンショーもね見られると思いますんで、えー、ぜひその方も。 ご視聴いいただければ幸いかなと思っておりますそれとあのチャンネル登録者数の方もですね皆様の拡散のおかげであの徐々に徐々に増えておりますんで今後ともその方もお願いしたいですしあとカナン基金の方もですね今ちょっとあの伸びが止まってるような気がしますんでその方もできるだけあのシェアとか拡散をしていただいて多くの人たちの目に触れるようにやっていただきたいと思います。 えー、沖縄の我々はもうね、こういった、えー、反日左翼に泣き寝入りすることをやめました。で自分たちも力を持ってね、やるときにはやる、出るときには出るということでね、ガンガン戦っていこうと思ってますんで、えー、応援のほどよろしくお願いしたいと思います。えー、では皆さん、えー、22時から、えー、地上波湾の海に始めますんで、よろしければまた遊びに来てください。えー、本日も誠にありがとうございました。